も最も苦しくなってみようっていう、これものすごく苦しい作業なんだよ。苦しくなってみようってどれだけ苦しくなれるかっていうことを勝負する。でそれでこれをある日やるでしょ、でやっぱり苦しいよね。で落ち着く、それも落ち着くんだよこれ。で次の日やっぱりまたなるよ、同じことを思い出す。だけどね、確実に苦しめへん。それでいつかなくなっちゃうんだよ。これすごいんだよ、人間の精神ってのは。これ、本当に騙されたと思ってやったらいい。時間かかんないしさ。もちろん、マッコホンみたいなこう柔軟体操もいいんですけどね。そうするとね、こういうね、こういうのがいわゆるトラウマの、なんていうの、あれみたいなもんなんだよ。わかります。ただ、自分の自意識っていうのはすごい論理的だから、次にそういう風にされないようにどうしたらいいかとかって、どうしてもそのなんていうの、自分の正しさっていうか、そのどうやったらいいのかっていう正解を求めてしまうんですね。いや、その前で止めなきゃダメだよ。だからその時感情があるからそうやって動くわけでしょ。そうです。そうでしょ。その感情をまず味わわなきゃダメなんだよ。その感情を味わった後に考えればいいんだよ。そうすると割合正しい対処の仕方が出てくるよ。だからこういう、なんつうの、引っかかりを持った中で判断するっていうことは、もうまた次の問題を必ず引き起こすんだよ。生まれる感情の基盤には自我っていうのがある。だからこういうことなんだよ、正確に言うとね。自我の構成要素はまさにこれなんだよ。だからこれをやることによって我が減ってくんだよ、実は。だから楽になるんだよ。先生、我が減らないんですけども。それはしょうがないよ。だってそれはね、村上さん、我が問題だと思ってないんだろう。それは問題と思わなきゃ減らないよ。むしろ強めるのが好きだから。それは俺のせいじゃないよ、本人の問題。だからこれそれで、それでこういう意識化する作業、これは結構苦しいものがあるんだけど、それをしないで済むのが、しなくて同じ効果が上がるのが座禅なんだよ。座禅するとすごい楽ですね。同じ効果があるの。あれはどうなるかって言ったら、こうやってさ、潜在意識っていうか、下根底からさ、これはヘドロのようなもんだよ。これは意識化するんだよ、ヘドロ。で、意識化されたものは、これは抑圧されてるからこういうことが起きるんだってね、フロイトじゃないけど。意識化することによって解消するっていうやり方が一つ。それともう一つは、こうやってほっとくとさ、ヘドロがさ、ブクブク泡が出てくるんだよ、下から。で、減ってくんだよ。これが座禅の効果。とりあえずのね。だから要するに さっぱりするでしょ。さっぱりします。さっぱりするっていうのはこれが減ってんだよ、実際は。だから座禅の場合はこういうこと苦労しないで済むんだよ。だから私なんかこうやって平行的にやったけど、これも面白いんだよ、自分で実験すると。いや、ただやるのは大変だよ。結構もう自分で絶対思い出したくないってことを一生懸命思い出すんだから。嫌な思い出だよ、悲しい思い出とかさ、辛かったこととかさ。いや、それね、調べていくとね、自分がね、幼稚園行ってる頃のことなんか思い出すんだぜ。驚いちゃうよ。で、そのがね、引っかかりになってんだよ。だから要するにさ、対処の仕方を考えちゃダメなんだ。まずそういうことを思う、なぜ思うか、その感情があるはずなんだよ。そっちに注目して、でそれを考えちゃいけないって言ってるんじゃないんだよ。それを考えるにあたってはまず消さなきゃだめ。そうするとおのずから出てくるよ、答えが。非常に単純だっていう問題が。要するにこういう引っかかりがあったときは問題は複雑なんだよ。こうなったらああなるだろう、こうなったらああなるだろう、こうなったらああなるだろう。
で、こういうのが抜けちゃうと、ものすごく問題が単純に見えるよ。だから自分が何したらいいかっていうのが分かるよ。もちろん難しい問題はあるけど、それは難しいけれど、単純な、要するにパターンに収まる。もちろんだから、いつも100点満点の答えが出るわけじゃないよ。それはもう誰だ、まあ誰だって他の人は知らないけど、まあ、要するに人生っていうのは失敗ばっかりだよ。失敗だらけの人生だけど、だけど、やっぱ、その失敗をなるべく少なくするには、こう、そういうふうに負荷を減らして。で、やっぱり、損得とかね、そういうものが入るともうダメなんですよ、あいつは嫌いだとかね。もういいことないよ。さらっといけるんだよ。だからまあ私自身のことを言ってなんだけど、もう人間関係で問題なんかないもん。うちでいじめられてるけど。根本的には終わりです。本当だよ。全くね問題起きない。それはまあ、相手は問題起こしてるかもしれないけどね、それは分かりませんけど、こっち側ではね、人間関係の問題っていうのは起きないな、起きなくなっちゃったな、もうね。実際、本当に、だから、憎たらしい人もいないしね、そういう敵もいないし、まあ、味方っていうか、一緒に仲良くしてる人もいるし、徒党を組むこともないしね。派閥みたいのも全然ないし、排除する人も誰もいないし、ただ本当にないよ。だから人間関係で悩むことはない。ただ金がないって悩むとかね、そういうのあるわけよ。それとか先ほど言ったように繰り返しませんけどね、そういうことはあるんですけれど、それが基本的にない。でも、なんか仕事の時とか損得考えないで何の判断で、あ、それは損得っていうのは、例えば会社の仕事としてこれがこっちでこうで、これを要するにさ、数学を解くみたいに解いていくんだよ、うん、通常は情緒が入っちゃうんです、そこに、うん、そうだよ。それでこれはだから、まあ、驚くべきことなんだけど、僕は会社でよく思ったんだけど会社の金なのにさそ極めて情緒的なんだな。だから会社の金なのに自分の金のように な気がしてさ、怒ったりワイワイする人がいるわけ、うん、多いじゃんだからそういうのなくなるよ。まあ自分の金でもなくなっちゃうまあそうだな、僕なんかも随分つうか、まあ、結構金持ってかれちゃったりもしたけど、まあ不良債権になっちゃってる。でもね、そんな気になんねえよ。だからそう、うん、まあそういうこともあるかなって感じだ。先生。はい、先生じゃない何ですか、生徒その色恋の方はどうですか。色恋の方はね、それはもうそろそろ2時間の時間ですからそちらの方でもう今日はこっちはやめた、エンディング2人はここの5分かなんかで終わらせるようだけど、だからそう、今日のあれは信じてくれるかどうかわからないけれど、
我々は無限絶対の存在であって、